岡下翔平は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、デジタル大臣政務官兼内閣府大臣政務官、大阪府議会議員を歴任。母は、元衆議院議員で、内閣府大臣政務官を務めた、岡下信子。東京都目黒区に生まれる。日本大学経済学部経済学科を卒業後、父、岡下正宏の秘書を務める。父の死後、 2000年からは母、岡下信子の秘書を務める。2011年の第17回統一地方選挙で大阪府議会議員選挙に出馬し、初当選。2012年の第46回衆議院議員総選挙において、母、岡下信子が日本維新の会の新人、馬場信幸に敗れ、落選。大阪17区の一部の堺市南区を不正の地盤としていた。 おかした将平は後継候補として国政に転身し、2014年の第47回衆議院議員総選挙に出馬。馬場に敗れたものの、比例復活し初当選した。当選後、二回派に入会した。2017年の第48回衆議院議員総選挙に出馬し、再び馬場に敗れたものの、比例復活で再選。2020年9月18日。 菅義偉内閣で内閣府大臣政務官。2021年9月1日より新設のデジタル大臣政務官を兼任。ありがとうございます。